はいどうも、ミニマリストたけるです。今回の動画ではいろいろざっくばらんに質問を投げかけていこうと思います。はい、お願いします。お願いします。まずはじめに自己紹介お願いします。はい、ナッティと申します。現在は、カフェ店員として働いております。 YouTube でも発信しておりますのでよろしくお願いいたします。はい、お願いします。はい、ということで本当に今回ですね、いろんな質問25個ほど投げかけていきたいと思いますので、ミニマリスト生活のこととか、お金のこととか、仕事のこととか、本のこととかね、人生のバイブルだった本とか、そうですね、はい、いろいろちょっと僕もね楽しみに、して聞いていきたいと思います。はい、最初にですね、本当自己紹介がてら、ちょっとご年齢とか、ご職業とか、ちょっと聞いていきたいなと思うんですけど、かしこまりました。年齢が35歳ですね。でカフェ店員をしてます。で今、家族構成がですね、一人っ子の3人家族です。なるほど、僕と一緒、一人っ子。あ、そうなんですね。僕も一人っ子でございます。で、じゃあ続いての質問なんですけども、もともとミニマリスト気質があって、物は少なかったっていうことですけども、より一層磨きがかかって今の暮らししてるわけじゃないですか。はい、そうですね。はい、物欲はそもそも今あるのかっていう、減ったのか昔に比べてっていう、ちょっとまず気になりますね。はい、そうですね、今物欲はもうないに等しいぐらいの感覚です。なるほど。はい、もう最近買ったものとか欲しいものとかはあんまりない感じですか？欲しいものはないですね。お、全くないですね。もう今の生活、今あるものでだいぶ満たされてるて、そう、大丈夫かなって思ってますね。本当にナッティさんの暮らし、僕が今まで何十人とミニマリスト見てきましたけど、なかなかこの暮らししてる人っていなくて、っていうのを具体的に何が珍しいかっていうと、普通はテーブルとか家具家電とかって結構ブラッシュアップしていく人って結構多いんですよ。でその一方でナッティさんって結構100均とかユニクロさんとかですごいシンプルに、もちろんクオリティが上がってるっていうのもあると思いますけど、だからすごくいいなって、いい暮らししてるなと思って、そう、全然なんかブラッシュアップしていこうってあんまりないですね。ないですね、考えたことないですね。こんなに今ネットとかこのテーブルとかもそうですけども、こんなに家具って今安いのっていう。アマゾンでしたっけ？アマゾンです、ね。はい、すごいですよね。すごいです。それも一個一個のものは少ないけども、本当費用対効果がもうめちゃくちゃ高いみたいな。あ、そんな感覚。感じですよね。はい、買うときは安く、で生活でもろにフルに活かして、活かしてる。本当に活かしてる。月8万円でセミタイ生活してるっていうところなんで、通貨はもうないと。ないですね。昔はちょっとあった感じなんですか？そう、本当に学生時代とかです。ね、靴とかはちょっとこだわったり、ジーパンとかこだわったりっていうのはありました。最近はもう物にあんまりもうお金かけないみたいなところですね。はい、ありがとうございます。では続いて2つ目の質問なんですけど、これだけ物少なかったら散らかることはないのかなって普通は思っちゃいますけど、実際お部屋って散らかるんですか？いや、もう物が少ないので散らかせない。散らかしたくても散らかせないみたいな感じですね。散らかったことないかもしれない。もともとキッチン面なんですか？なんかその、ルームツアーでも、クローゼット見た時に、なんかすごく器用になんかね、洋服というか下着、肌着をコンパクトにね、まとめてたりとかして、そうなんか脱いだ服脱ぎっぱなしとかないのかなとか。もう全然ないですね。もう小学生の頃から学習デスクってあったじゃないですか。はい、ありますね。そこに整理整頓して入れてはいたんですけど、普通に閉めると、バシャってなるじゃないですか。あ、まあ確かに、はい。こうやって閉めてないんですよ。あ、もう散らからない。そうそう。動かないように。それを母親が見て何してるのみたいな。いや、なかなか動かないようにみたいな。それぐらい、あ、なるほど。神経張ってたかもしれないです。なんでそういう風になったんですかね。いや、わからないです。母親が特にガサツな面もあったりだとか、父親もそんなに気にしないんですけど、きっかけはちょっとわからないですね。覚えてないです。何を目的にそうなったんですかね。散らかるとなんか嫌だったみたいな。なんか嫌だった。ストレスになる。多分ストレスになるだとか、で小学校の時にお道具箱の中が汚い方が多分いたんです。まあほとんどでしょうね。本当の昔はそうでしたけど、それがすごい自分は整理整頓しとこうみたいな記憶はありますね。反面教師だ。反面教師ですかね。まあでもすごいいいですね。はい、だからもう本当散らかることもないし、はい、本当にあんまり片付けることとかもなく、そうです、ね。なんか自分の持ち物をちょっとパーッと見渡して、これ減らせないかなって考えることとかはあるんですか？あ、それはありますね。実際に、つい最近も、
減らしました、はい、あ何を減らしたんですか。最近ですね、はい、アイロンと、おアイロン、はい、フードプロセッサーですね、あと調理器具もしばらく使ってないものはなくしました、はい、なるほど。アイロンは、はい、まあ、もともとなんかノンアイロンの服だからもう使わないからっていう感じで手放した感じ、はい、もう手放しました。おなるほど。もう全然使っていなかったのでもういいかなっていうので、はい、フードプロセッサーなんか料理好きじゃないですか、はい、そう自炊もされるからなんで手放したのか、はい、自分でゆっくりみじん切りしてる時間も楽しかったんですよ。そっか、時短要素がちょっと入ってたんですよね、はいはいはい、取った時に。そっかそっ か、はい、だから科学的な力はちょっと、そうですね、置いとこうと置いとこうと、みじん切りの切る時間も楽しもうっていう、はい、楽しもうみたいな、実際手放してみてどうですか、変わりましたか。なんかもう全然変わりましたね。でフードプロセッサーで本当に稀に使うぐらいだったので、うん、で見てるとちょっと錆というか出てきていたので、なるほどね、この際処分しようかなって。実は人命の利器に頼らない方が豊かな部分もあったりとかするかもしれないです。結局忙しいがゆえに、はい、なんか便利グッズ買ったりとか、はいはい、まあ、調理グッズというか買うってなっちゃうけど、はい、料理も結構ね、はい、丁寧にやれば豊かな時間にもなるってことですね。本当そうだと思います、はいはい、ありがとうございます、はい、続いての質問はですね、はい、まあ、ミニマリストになって、はい、まあ、だいぶ物少ないと思うんですけども、はい、不便に感じたこと、それを、はい、そういうのってあったりとかしますか。もうずっとこの生活ですんで、まあそうですよね。そうですよ、特に思い浮かばないですね、はい、なんか一時的に物を増やそうかなとか、はい、物あった方が豊かなのかなって思ったりとか。やっぱり物で溢れて幸せって方いらっしゃるじゃないですか、うん、そういう思考も、あ、いいのかなと思ったんですけども、うん、やっぱり気になっちゃうんですね。デスクの上だとか仕事場でも、はい、こう机にいっぱい書類置いてる方とかもいらっしゃるじゃないですか、はい、いますね、一時期出していたんですけど、うんうん、気になるんですよ、こうやっててももうここにあるものが気になって、ね、基本的にいつももう何も置いてなかったです、机の、はい、会社のデスクも、ね、それこそ逆になんか自分気にしすぎなんじゃないかみたいな、はい、もうちょっとズボラに生きた方が気が楽なんじゃないかと思ったことはないですか。そうですね、はい、周りに言われることはすごいありました。そうしたね、はい、僕ももともとズボラなんでどうなんだろうなと思ってそれはすごい聞かれたんですけど、特にそこに関してはやっぱりこうズボラになると何かこう洗濯物とか回しなかったりすると逆にそれが気になってストレスになってたので、そうか、もうそれをありのままの自分としてそうですね、はい、大事にしてるっていう感じですね。大事にしてますね。ありがとうございます、はい、では続いての質問、ミニマリストになって、はい、ナッティさんがね、もう物を減らして、はい、一番良かったことって何なのかなと思いまして、はい、そうですね、もともとミニマリストと言われるものが少なかったんですけども、はい、フットワークが軽くなったというか、うん、もう軽いんですよ、ほとんど。なんか思い立ったらすぐ行動今までもしてきてましたので。なるほどね、それはありますね、はいはい、それこそ、まあ、フットワーク軽くなって、はい、なんかどういうことをしてきたとか、どういう時にそれを感じるようになったとかってありますか。そうですね、思考がすごい簡素化もされてますので、例えばやりたい仕事だとか、学生時代にすごいこの好奇心すごかったんですよ、で、あ、テレビ局のバイトとかってしたいなみたいなのがあったんですよ。確かに興味はある、興味あるじゃないですか、はいはいはい、なんか華やかな世界でみたいなので、はい、で求人とか見ずにもうすぐテレビ局に電話して、うん、雇ってくださいみたいなので、うん、結局雇ってくださった、バイトとして、バイトとしてカメラのアシスタントみたいなさせていただいて、やってみようかなすごいですね。そうなんです、関西テレビさんの方で、僕この前関西テレビでちょっとツイッター見ました。そうそうそう、そうです、そこの当時の名前ニュースアンカーっていうところの報道の方に、うんうん、いさせていただいたんですけども、はいはいはい、やらせていただきました。はい、それは結構がっつり働いたんですか、それともなんか短時間で。すごいハードだったんですよ。テレビ局は大変そうなんです、大変な、 YouTuber ですら大変そうですね。なかなか大変で、やっぱりこの自分が見ていた華やかな画面だけの世界と、うん、やっぱり現場っていうのとその自分の中でちょっとギャップがありましたので。いや、そうですよね、ちょっと折れちゃいました、ね、なるほど。ちなみに、はい、テレビ局でなかなか働くというか、はい、稀だと思うし、はい、貴重な経験ね、できるってすごくありがたいことじゃないですか、はい、そうですね、なんかその経験からなんか学んだこととか教訓だったりとか、はい、気づきとかってあったりとかしますか。そうですね、そこからまた報道がすごいハードだったんですよ。で、はい、突発みたいなのがあるんですけど、うんうんうん、もうご破産していいのか分からないんですけど、はい、突発ってなると、うんうん、何か事件があった時に、うんうん、その日勤務の人すぐ呼ばれるんですよ、うんうん、で
例えば明日が9月13日とかだったとすると、はい、うんうん、9月13日の8時出勤とかなんですよ、うんうんうん、今日13になった瞬間から、うんうん、もう出勤扱いになりますんで、なるほど、朝の3時とかに電話かかってきたりするんですよ。あ、なんかあったりすると、そうです、はい、でタクシーすごいすぐに手配してくれて乗ってきてくださいみたいなので、へー、そういうのがありましたので、なるほど、ですごいですね。無理やりやたらに首を突っ込まないだとか、うんうんうん、しっかりリサーチして働く前に、うんうん、どういう仕事するんですかっていうのもちゃんと聞いた上で受けるか、うんうん、受けないかっていう、ね、もうむやみやたらにいかないっていうのも大事かなと思いました。学びました。はい、いや僕もね YouTube で毎日投稿してますけど、はい、テレビ局なんてもう本当に毎日でいろんな番組運営してるから、ね、うそうもなりますよ ね、 ですよね。なるほど、はい、いやありがとうございます、はい、まあ、そんな経験もね、フットワーク軽くなったがゆえに、はい、いろんな経験を蓄えてきたというところで、はいはい、では、続いての質問はですね、まあ、ちょっと近いかもしれないですけども、はい、質問が、ミニマリストになってチャレンジしたことっていうのもちょっと聞いてみたくて。そうですね、これも重複するかもしれないんですけど、はい、まあ、思考の話になるんですけども、うん、チャレンジしたいことをすぐに実践することができるっていう点で、はい、すごくこの、まあ、チャレンジしたいっていう欲ってところどころあると思うんですけど、うん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 、すぐ行動に移してやれるっていうのはすごくメリットなのかな。逆にちょっと危ない面もあるかもしれないですけども、まあまあまあ、なるほどなるほど、はい、ということです ね、 ですね。ちなみにナッティさんは、まあ、今まで生きてきた人生の中で、まあ、ミニマリストになってからでもいいですけど、はい、なんかここにチャレンジして良かったなって何かありますか？そうですね、沖縄に移住したこともあったんですよ、はいはいはい、沖縄が好きなので、沖縄に移住して、で海が好きなの で、 でそこで海のガイドみたいなのをしたんですよ。いろいろやってますね。そうなんですよ、はい、それを半年ぐらいだったんです。あのシーズン限定だったんですけど、それがすごい刺激的になって、今もやっぱり沖縄ってすごい好きな場所なんですけども。なるほどね、それはすごいいい経験。また沖縄移住するってないんですか？あのそれは考えてます、常に常に頭に入ってます。そうかそうか、だから沖縄っていう、まあ、環境というかね、はい、あの地域的にも好きだし、はい、まあ、その海のガイドとかも好きな仕事 で、ね、一石二鳥みたいな感じで。そんな感覚ですね。なるほど。え、その沖縄移住っていうのは何歳ぐらいの時に？2回あるんですよ。あ、1回目が2010年ですね、はい、11年前とかですね。11年前だから24とか。そうですね、それぐらいです、あの社会人1年経験したんですけど、はいはいはい、でそこで一旦辞めて、うん、そこで、まあ、一旦リタイアみたいな感じですね。あ、なるほど一旦リタイアして沖縄に移住して、はい、で海の仕事してっていうような。で2回目が今回、3年前ですね、うん、セミリタイアしたタイミングですぐ沖縄に、はいはい、32とか3。そうです、31の時ですよね。31歳、はい、31の時に沖縄に移住して、はい、で、まあ、実際その挑戦が、はい、チャレンジが良かったから、ね、そうですね、良かったですね、はい、では、続いての質問はですね、まあ、もともと物少ない、ね、生活してたっていうことですけども、はい、まあ、実際ミニマリストと実感したりとか、まあ、ちょっと意識変わったりとかしてきて、はい、まあ、節約できるようになったのかどうなのかっていうところで気になりますけど、どうですか？なりましたね、完全にこれは、はい、で、 できる限りもう増やしたくないっていう思考に変わってますので、そういった点ではもう節約思考に。なるほど、だいぶ変わったっていう。なんか支出の中で どこの支出が一番変わったかなっていう、なんかありますか？食費あ、食費ね、ダン、はい、トツかもしれない。確かに、もともと食費って6万とか8万とかでしたっけ？そうですね、安く抑えられて6万とかでしたね、はい、結構エンゲル係数高めだったけど、はい、まあ、今では自炊にしてだいぶ抑えられてっていうところでね、はい、やっぱりもう全体的に家計管理しようってなったわけですからね。そうですね、なりましたね、そこでこうお金との向き合い方っていうのもすごく変わりましたし、なるほど、はい、ありがとうございます、はい、では、続いての質問は、普段意識としてなんか貯金したいなとか、はい、投資したいなとは思うのかどうなのかっていう、そうです、勝手に貯まるみたいなイメージですか？そうですね、そんなにこう貯金投資っていう意識はあまりないんですけども、うん、今、まあ、YouTube やってますので、はいはい、うんうん、YouTube をできるだけこうコストをかけずに、うん、いろんな意味で時間だとか投資をしてやっていきたいなっていうのはすごい今はありますね、うんうん、逆に昔はどうだったんですか？お金貯めようとか、はい、そのお金稼がなきゃみたいな焦りはありましたか？稼ぎたいっていうのは学生の頃はすごいありましたね。あったんですけども、そんなにこうこれぐらい貯めて何々
をしたいだとか、そういう目標設定は全然しなかったです。あ、そうなんですね、はい、それで言うとなんかお金との向き合い方って今と昔で変わったりとかしたんですか、はい、そうです、昔はもうある分だけ自分の時間を確保するためだとか、その欲を満たすために使うっていうようなものとしか思ってなかったんですよ。 なのでそんな借金とかしたことないんですけども、なのでもうあるだけ使っていたっていうような、で必要最低限は残しておく感じではありました、ね、なるほど。今はどうですか、なんかお金の向き合い方的な。もうすごい丁寧に付き合うようになりましたね、もう100円均一ダイソーとかセリア行っても、なんか すっごい迷います。お金を無駄にはできないっていう、なんなのか、普通にもう2つ買っちゃえばいいじゃんみたいな感覚ではあったんですけど、もうすっごいお皿とかでもどうしようかなとか、いやこれ作るかなとかすごい考えるように、けどそれが楽しいんです。まあまあそうですよ ね、 そうなんですよね。ちなみにそのお金も、はい、まあ、物も人間関係に対してもすごく丁寧に扱うといいますか、はい、大事にしてるわけじゃないですか、はい、でなんかそういう風な思考とかマインドになってからなんか良かったこととか変わったことってありますか。そうですね、もう一つ一つに向き合うっていうその時間でかかるじゃないですか、そのこのかかる時間も無駄じゃないんだなっていう思考パターンに変わってますので、それも尊く感じてます。あ、いいですね。本当に昨日ね、昨日の昨日本当大阪イベントでご一緒させていただいて、はい、いろんな人の話僕も聞いて、はい、でやっぱ悩むこととか迷うことって絶対あるじゃないですか、はい、で今でこそ僕もね一緒にそうセミリタイアとかしてますけど、はい、やっぱり全てのことに意味があるというか、やっぱ迷った時とか考えた時間ってすごく尊いなと思います。それをぜひ皆さんにも楽しんでもらいたい。苦しいと思うけど、はい、っていうような、まあ、向き合う時間もすごく大事に思えるんだったってことですね。はい、そうですね。はい、ありがとうございます。はい、ではでは、続いての質問はですね、はい、まあ、これちょっと愚問かもしれませんが、今の生活に不安はあるのかとか、はい、まあ、物が減ってミニマリストになって、はい、なんか悩むこととかはあるのかなっていうのが気になるんですけど、どうですか。そうです。特に不安はないですね。まあ、先ほどもお答えしたかもしれないんですけども、はい、まあ、すぐに行動できてしまうので、どこ行こうかなだとか、はい、そういう選択肢が増えて、まあ、いい悩みっていうんですかね、そういう悩みありますね。あ、なるほど、そういうことですね。フットワークが、なんかマイナスな問題とか課題はすぐに解決できる、はい、フットワーク軽くて行動できるけど、はい、ありすぎて選択肢がちょっとそこで悩むっていう、そうですね、いい悩み、贅沢な悩みはあるかな。ありますね、実際には。はい、ありがとうございます、はい、続いての質問は、はい、まあ、前の動画でも聞いたかもしれないですけど、はい、老後の不安とかってあるのかなっていう、はい、これはまだ全くないんですよ、考えたこと。それは何でなんですかね。それこそ、はい、なんかまた今回の動画もしくはまた別の動画になるかもしれないですけど、はい、まあ、その何千万とか何億っていう資産はなく、はい、で、まあ、今35っていうまあ若さでリタイアしてるわけじゃないですか、はい、一応今のところはそんなガッツリ働く予定もなく、ないですね、はい、65とか70になった時の、はい、不安はないのかなっていう。そうですね、やっぱりこの漠然とどうなるのかなっていうのは少し考えたりはするんですけども、はい、極論ですけど、はい、明日ってわからないじゃないですか。まあ、分からないです。明日あるかなっていうのはわからないので、はい、もう今現在をしっかりと向き合って楽しもうっていう、それがすごいパーセンテージでいうと占めてるんですよ。なるほどね。いやでも今のナッティさんの考え方だったら、はい、今と向き合ってるから、はい、その65歳の時とか、まあ、要は30年後の時も今と向き合うから、はいはい、多分丁寧な暮らししてそうな気がする。そう、でもそういう考え方大事だなって。そうですね、なので今、うん、皆さんこう先を先をって言ってこう、うん、今っていうのをあまりこう向き合えてないのかなみたいな、多分、まあね、ちょっと疑問があったりするんですけど、うん、いや思いますね、まあ、それこそコロナとかで、そうですね、まあ、若者中心に今投資したりとか、やっぱ将来に結構思考が向いたりとかね、はい、まあ、備蓄とかもそうですし、はい、そうそうそうっていうので思考が未来に向きがち、今を大合唱にしてる方とかもちょっと増えてきたかなかなって思いますね。そこはナッティさん的には、まあ、将来のことよりも今この瞬間と向き合った方がいいかなっていう、はい、いいかなと思ってますね。なるほど。例えばじゃあ具体的にこれから視聴者の皆さんが、はい、じゃあこれから今向き合いたいと、はい、なんか具体的にこういう風にするといいよみたいな何かあったりとかしますか。おすすめの習慣でもいいしルーティンでもいいし。そうですね、はい、まあ、昨日 の、 あの交流会でもいろいろ話を聞かせていただいたんですけども、ダラダラ過ごしてしまうだとか、もう全然こうモチベーションが上がらないだとか、行動に移せないっていう意見が結構あったんですよ。ありましたね。あったんです。
ですよ、はい、それでいいんじゃないですかっていう、はいはい、実際僕もその一日を今日はもうダラダラ過ごそうと、うん、もうこのダラダラを大切な時間だと思ってるので、うんうんはい、もう思い切ってダラダラ時間を楽しもうっていう感覚なんですよ。いいと思います。だからその時で心赴くままに、ね、そうですね、まあ、もちろんね無理して頑張る時期も大事かもしれないですけど、はい、まあでも結果ダラダラしたことによって得られるものとかもね、はい、そうです。疲労が取れるとか気分転換になるとか、はい、なりますもんね。そうそうそう、なんか意外にこうネット見てると、はい、あ僕の YouTube 動画もしかりさ、僕結構頑張りすぎてるイメージあるけど僕も疲れた時は全然寝るし、あそうですお酒も飲むし、はい、そう全然休むこともあるから、はい、まあ、そういうなんか今この瞬間何をしたいかというか、心は何を感じてるのかみたいな向き合うのが大事ですね。大事ですね、はい、心赴くままにというか、はい、はい、ありがとうございます、はい、ではでは、続いてですね、ナッティさんに聞きたいのは、はい、ミニマリストの仕事感、まあ、ナッティさんの仕事感について知りたくて、はい、まあ、今仕事に対して何を考えているのかとか、はい、まあ、働きたいとか稼ぎたいとか思うのかっていうところはどうですか、ね、1日24時間ありますので、はい、うん、この24時間をきれいに使いたいなっていうのがあるんですよ、はい、ですので自分のリズムを崩さずに楽しく働きたいっていうのはすごく考えてます。なるほどね。いやでも大事な考え方ですね、24時間を、はいはい、大切にきれいに、はい、そうですね。その労働時間的には、はい、前の動画とかでも言ったかもしれないですけど、はい、まあ、月に大体30時間を上限にしたい、はい、上限にします。それもやっぱり24時間っていう時に考えた時に、はいはい、働きすぎないようにっていう感じ。そうですね、やっぱりちょっと超えてしまうと、うん、バランスが崩れがちなんですよ、うん、普段のルーティンだとかも時間がずれてそれを行ったりだとか、うんうんうん、自分の中でそのバランスが崩れると、うん、何もかもうまくいかなくなってる感覚があるんですよ、まあですね、うん、なので労働時間に関してはもう全てにおいて30の中に収めるだとか、うんうん、なるほどっていうことですね。考えてますね。ちなみに働く時とか仕事の日とかって何を考えるんですか？なんかその生活のために働こうなのか、はい、その楽しいお仕事、はい、まあ、職場環境、はいはい、カフェに行ってなんかワクワクするとか、はい、何を考えて何を感じて働いてるのかって気になりますけど、もう仕事っていろんなことを得れるじゃないですか、まあまあそうですね、その楽しさだとか、はいはいはい、勉強もそうですし、うんうんうん、で刺激であったりだとか、はい、いろんなことがランダムに起こりますので、うんうん、そういうところですごいこの成長を感じたいだとか、うん、気づきをもらいたいとか、うん、そういう感覚でいつも入ってます、ね、なるほど。なんかワクワクする感じですか？ワクワクしますね。毎朝毎朝。おなんか逆にちょっと今日しんどいなとか、はい、もちろんあります。もちろん行きたくないなっていう感情もありながら、うんうん、じゃあ今日はどういう感覚で、うん、どういう基準で働こうかなみたいなのを、うんうん、思いますね。そう、ね、だからそれも僕も最近思うんですけど、なんか労働時間を短くしたからこそ、はい、なんか今日は何を課題にしようとか、今日は何を感じて働こうとか、はい、いろいろ考えられることってありそうですね。いっぱいありますね。成長とか、ね、今日はお客様と向き合ったりとか、そうそうです、はい、こういうふうにつく、はい、まあ、マニュアルあるからあんまり変えられないかもしれないけど、ね、ちょっと工夫してみたりとかね、はい、いろいろできそうっていう。できますね、はい、ありがとうございます、はい、ではでは、続いての質問はですね、これ僕一番聞いてみたかったことなんですけど、はい、まあ、前々からルーティン動画とか、はい、取材の動画出してますけど、やっぱり、はい、ナッティさんのお人柄がすごくいいという、まあ、コメントにあふれてまして、いい部分を見てくださってるので、僕もすごく、ね、取材しやすいなと思って、はい、で、まあ、そのナッティさんのなんか人生のなんかバイブルになった本というのは根本になってる部分、はい、根本ですね、はい、何なのかなと思って、はいはい、この言葉の通りバイブルって日本語訳すると、はい、聖書なんですよ。はい、もうまさに僕聖書、これね、聖書なんですよ、はい、これがナッティさんの、はい、まあ、根本というか、はい、元になってる、そうですね、はい、いわゆるなんかこれキリスト教の、キリスト教のになるんですけど、はい、実際に学び始めた、勉強し始めた、読み始めたっていうのは、うん、セミリタイアしたタイミング、お、だから31とか2とか31、2の時ですね、はい、からなんですけど、きっかけは何だったんですか？母親が聖書を幼い頃から勉強していたんですよ。で、例えば聖句ってあるんですけども、はいはい、それをこういろいろ手紙の中に、たまに手紙を母親からもらうときにその聖句が書かれてたりするんですよ。で、それをまあ流し読みとかしてたんですけど、で30になったぐらいに母親ってすごい心が豊かに生きてるなっていう印象だったんですよ。あ、子供ながらそう見てたわけですね。そう見てたんですよ。
で僕自身働いてて働く喜びとかたくさんあったんですけども、うん、ちょっとなんか虚しさがあったりだとか、うん、そういう部分はあったんですよね。なるほど。でそこで母親のもうロールモデルみたいな感じではあるんですけども、うん、何をこんな楽しく生きてるのかなと思った時に、うん、そういえば聖書を学んでたなっていうので、じゃあ時間もできたしちょっと読んでみようみたいな感じです、ね、そういうことです。だからもうナンティさんにとって母親の、はい、お母様の生き方がヒントになって、はいはい、ヒントになってます、はい、もうお母さんのバイブルがナンティさんのバイブルみたいな、そうそう、そんな感じです。感じですよね。もう、うん、そうですね。ご家族はキリスト教なんですか？そういうわけではなく、そういうわけじゃないんです。ただただ聖書を読んでたって、聖書を読んでて、うん、一応その宗派みたいなのはあるんですけども、うん、父親が特にそういうわけでもないですし、父親はむしろ最初反対してた。もう読むなみたいな。なんで怪しいからとか。やっぱりこの宗教ってやっぱり日本で言うとちょっと偏見があるじゃないですか。ね、ミニマリストとかでも宗教だ宗教だって言われてるから、やっぱネガティブなね、イメージがあるから。あったんですけど、自分自身もやっぱりその父親のそういう見方が、どっちかというと父親の影響があったので、いやもうそんな聖書とかっていうようなイメージがあったんですけども、母親の友人とかたまに聖書学んでる方が来たりすると、なんで気持ちのいい人なんだっていうような印象があったんです。この人格ってなかなか身につけるって難しいのかなっていうのをすごい考えていたので、そっかそっか。だからナッティさんの人格はもうここから来るともうここに頼ってます、はい、これ別にね、宗教入らないとかそういうわけで誤解しないでほしいです、ね、でも僕本当ねちょっと動画外でもお話ししましたけど、はい、別に宗教入らなくても、はい、なんかこういうなんか辞書みたいな、そうですね、はい、手に入るのと、はい、あとアプリとかもあるんですよね。そうですね、はい、アプリもありますし、今もうホテルとかにも引き出しとかにありますもんね、うん、ね、そうそうそう。で僕パーッと見させてもらって、はい、でいろいろ書いてあるんですけど、はい、そうなんか格言みたいな ね、 あ、そうですね、コーナーみたいなのがあって、はい、でそれがなんかいわゆる人生の真理というか、そうですね、なんか大人バージョンの道徳の授業みたいな教科書みたいになってるから、はい、これなんか本当興味ある人とかね、読んでみてほしいですね。読んでみてほしいです、ね、そう本当に一回騙されたと思って、でアプリとかも、はい、JW ライブラリーって検索していただければ、はい、その聖書のなんかアプリみたいなのがあって、はい、でそこに格言っていうね、はい、コーナーもあるからちょっと見てほしくて、ぜひぜひ。そうなんか仕事関係のこととか、はい、あと夫婦関係とか、あ、夫婦関係とかすごくいいです ね、 ね、さっき僕ちょっと面白いの見つけてねそうちょっと笑ってしまったっていうあってあります、ね、そうやなんかね、人生今うまくいってない人とかって結構ここにヒントがあったりとかするのかな。そうですね、実際にあの日本の大企業の創業者の方とか、うんうんうん、ソニーとかパイオニアだとか、うんうん、資生堂の創業者の方とかも、うん、聖書を元にみたいな聞いたことありますね、うん、ね、だから僕も本当なんか言葉がすごいシンプル で、はい、でまあ、要は長年読み継がれてるものだから、そうそう、すごくピンとくるというか、はい、なんか心がなんか緊張がほぐれるというか、すごいすごい、生き方整いようみたいな。やっぱ人間って欲とか見栄とかで道それていくじゃないですか、はい、で人によってはなんか炎上とか、はい、その法を犯すとかなっちゃうけど、はい、これ読むとやっぱなんか道をなんか正せるというか、そうです、本当に正しい道に、ね、なれるなと思って、そうっていうのもあって、はい、まあ、今そこなんていうのそのお人柄というか、まあ、ここから来てるんだなって僕は本当思いましたね、はい、このカテゴリー長く話したらちょっと怪しくなっちゃうんですけど、はいはい、最後にちょっとじゃあナッティさんのこの聖書の格言で、はい、これすごく良かったっていう、まあ、参考に一番なってるっていうのをちょっと教えてもらおうかなと思うんですけど、どうですか、ね、そうですね、使徒20章35節っていうところがあるんですけども、はい、うんうん、そこで受けるより与える方が幸せですよっていう聖句があるんですけども、はい、もうそれはまさに実践することで、例えばですけど、うん、人に手紙をあげた、プレゼントを渡した、うん、その喜んでる姿を見て、うんうん、人一倍喜ぶっていうことって皆さん体感されてると思うんですよ、うんうん、はい、それを元に一番に考えて生きてはいますので、うんうん、何か与えたいっていうのは皆さんお持ちだと思うんですよ、今日それってすぐできるじゃないですか、確かに確かに、もう連絡とかでも手紙をちょっともういつもありがとうございます一言でも、うんうん、まあ、メッセージカードを以前渡してますみたいなの言ったと思うんですけど、うんうん、はい、そうですね、そういうことでも小さな喜びを、うん、感じていただいて、うん、その喜んでる姿を見て幸福になれるっていうのは、うん、そういう聖句があるので、そうですね、だからもうたくさん受け取るよりもなんか与えて喜んでる姿を見たりとかっていうのは大きいですね、そうですね、はい、なんかミニマリスト界隈でも消費者でいう生産者の方に回った方が、例えば発信するとかね、はい、あ、そうですよね、そういろんな人をなんか救える喜びとかっていうのもあるからね、はいはい、受けるより与えるっていうのもここに書かれてると、はい、僕の場合は結構夫婦関係の面白かったなと
と、はい、思います。続いての質問はですね、はい、ナッティさんは趣味はあるのかとか、はい、まあ、休みの日にすることは何なのかっていうのちょっと気になるんですけど、どうですかね。趣味ですね、最近も自然の音を聞く、前回ですかね、うん、あのお話したんですけども、はい、鳥の鳴き声だとか波の音とか、はいはいはい、あとはあの最近ですね YouTube の動画とかで自然音を聞いたりとか、うん、そういうのはすごいしてます、ね、なるほど。僕もね勉強とか作業に集中するときは自然音で、はい、で検索して、はい、川の流れとか風の音とか、はいはい、そこにちょっと風鈴の音混ぜたりとか、あいいですよね、したりとかして、はい、なるほど、自然の恵みを普段から感じてるとそうですね、それはそうしてます ね結構長いですか、じゃあそういう時間とかは。長いです、結構最優先してる方かもしれないですね。本当この辺も閑静な住宅街がありつつ、はい、なんかすごい自然が豊かですもんね。豊かです、そう、はい、緑もたくさんあるし、はい、ちょっと行けば山もありそうだし、ありますね、そうそうそうっていうのでね、すごくいいですね、はい、そうなんです、で住環境も整ってるっていうのも結構大きいかなって大きいです、ね、思いました、はい、ではでは続いての質問は、はい、今ナッティさん月8万円とかで生活してるから、はい、なんかどういうとこにお金を使うのかとか、意識的にここにお金使いたいとかあるのかってちょっと気になったりとかしましたけど、そうですね、消費であればやっぱり食事が好きなので、はい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 、食事ですね。あと投資であれば、まあ、今 YouTube やってますので、そういったものに使っていきたいなっていうのは、浪費はもうほとんどしてないとは思ってます、うん、もう本当消費か投資かみたいな、消費か投資か2つです、ね、なるほど。なんかバランス的にはなんか消費が少なくて投資が大きいのか、はい、まあ、半々ぐらいのバランスなのかとかありますか、感覚的に。そうですね、感覚的にやっぱりその割合って大事じゃないですか、はい、やっぱり大半は消費に回っちゃうので、無理なく投資するっていうので少額投資するように回したりはしてます。まあ、投資はねやっぱりいきなりガツンってやっちゃうと、あの失敗することも全然あるから、少額から少しずつやっていくっていうのが大事ですね。はい、ありがとうございます。で逆にじゃあどんなことに1日24時間使うのかみたいな、はい、さっきもね1日24時間大切に使いたい、丁寧に使いたいっておっしゃってましたけど、はい、そのなんかバランスというか、なんか時間配分というか、まあ、スケジュールというか、はい、そうですね、ここ3年は本当に休む時間が多いので、うん、まあ、家でゆっくり過ごす時間を楽しんでいたり、うん、心と脳みそ、脳を休める時間を、はい、うん、もう最優先にしてるような、逆にこう今まではこう刺激的な生活が多かったので、刺激をあまり受けないような生活を楽しんでいますね。なるほど、ここ3年はもうゆっくり休む時期なんですかね。休む時期ですね。ナッティさん的に今までガツガツ働いたりとか、はい、刺激のあふれる生活だったから、ちょっと一旦休憩みたいな、はい、休憩みたいな感じです、はい、感じですね、はい、で続いての質問は、まあ、そんな今生活をしてるナッティさんは、はい、日常生活の中で何が幸せなのかとか、何が楽しいのかっていうのちょっと気になります、ね、はい、実際に仕事勉強趣味に費やしてる熱中、うん、熱心に取り組んでる時っていうのが、うん、すごい幸せな時間なのかなって感じるんですよ、うん、はいはいはい、実際に幸せって何なんだろうなって考える方って、うん、もうこの世の中たくさんいらっしゃるじゃないですか、うんうん、それを考えてるってことは、まあ、今ちょっと幸せじゃないのかなっていう感じにはやっぱ見受けられるなっていう、熱心に取り組んでる時間っていうのが、うん、幸せタイプみたいなことですね、はい、まあ、仕事とか勉強とか熱中する時が幸せ、幸せだなと思います、はい、ありがとうございます、はい、逆にストレスなことってあるのかっていうところなんですけど、どうですか。特にストレス、これストレスだなって感じることってあまりないんですけども、ただ無意識のうちに蓄積されているものはあると思いますんで、そういったものに自分の時間の確保であったりだとか、まあ、食事の時間であったり睡眠をしっかりとるであったりだとか、そのバランスは崩さないように意識してます。ですね、もう本当生活の基盤になる部分はしっかり確保してみたいな。はい、では、続いての質問はですね、はい、ナッティさんのなんか人生のテーマといいますか、はい、まあ、なんか信念だったりモットーだったりとか、はい、なんかあればちょっと教えてほしいなと思うんですけど、はい、そうですね、その人生のバイブルからいただいてはいるかもしれないんですけども、ね、はいはい、やっぱり謙虚でいることって大切だな。まさにイメージ通り謙虚ね。いや謙虚さってで本当にいるなっていうことをつくづく感じますね。なるほどね、はい、それもやっぱここからヒントを得て、はい、なんか謙虚さでいることはなんか何かにつながるんですか。そうですね、謙虚さでいると人間関係も良好にいきますし、うん、まあすね、過度なストレスを
抱えることもなく、で許容できる、許せるっていうことも身につきますし、もう絶対に許さないみたいなのは絶対ないので、おなるほど、そういう、こう広い心を保てる要素なのかなっていうのはすごく感じます、まあ、確かになんか余裕がある人とか、はい、まあ、もちろん成功者とか、はい、まあ、ちょっと僕 YouTuber だからなんかヒカキンさんとかもすごい謙虚じゃないですか、はい、謙虚ですよね。そういう人ってやっぱりいい人が集まってきやすいなとも思ってる、はい、でいい人が集まってくる、そこにまあお金とかまあ仕事とかも集まってくる、はい、なおさら成功もするし、そうですね、いや本当最近ね謙虚さってすごく大事だなと思って、大事ですね。そう、なんか難しいなと思ったのが、はい、この世の中、まあ、お仕事がないわけじゃないですけど、自己 PR 力も大事じゃないですか、はい、もちろんです、ね、僕もともとナルシスト気質だったんで謙虚者タイムだったんですよ、はいはい、でもバランス難しいなと思って。確かに難しいですね。 そこら辺どうしたらいいっていうのありますか？そうですね、そこに関して特に自分をアピールするっていうのは大事だと思うんですけど、タイミング的にもね、はい、だからどういう時に謙虚になった方がいいのかとか、はい、なんかタイミングとか、はい、なんかあるのかなと思って。もう自分の場合はもう全部の面で謙虚を示すと、もう相手方に引き出していただこうっていう感覚。あ、そういうことか。例えばですけど、コメントでもたくさんこの励ましていただくようなコメントをいただいた時に、うんうんうん、あ、こういうとこ見てくださってるんだなっていうのを、勝手に自分の良い部分っていうのは他の人が引き出してくれるので、もう伝わると、もう伝わるので自分が言わなくても、もう言わなくてもいいっていうような感覚ではいるので、もうそこにもう今は謙虚で、もうただ謙虚でいいよみたいな感じで、うんうん、なるほど。あ、でもそれで言うと僕も最近読んだ本で何の本だったか忘れましたけど、はいはいはい、禅の本かな、あの仏教かなんかの禅 で、はい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 、でなんか自分がやっぱ PR するってことは、はい、なんかちょっとコンプレックスに感じてる部分だったりとかするみたいなこと書いてあって、あ、で本当のその人の良さって何も言わなくてもその相手に伝わったことが自分の良さみたいな、だからそこも一個謙虚さにつながるなって思いますね。かもしれないです。それまさにそうだと思います、ね、ですね、はい、で僕も実際こうやってインタビューしてますけど、めちゃくちゃ質問しやすいんですよ。本当ですか？そうそうそう、多分皆さんもすごい聞きやすいと思うんですよ。多分この雰囲気というかね、好きって言ってくださる方もすごく多いから。なるほどね。いや僕も非常に勉強になりました。謙虚さはすごい大事にはい、後でこの聖書で謙虚さって検索してみたいと思います。では、続いての質問は、はい、普段どんな勉強をしているのかっていうのはありますか？はい、もうこれも続いてるんですけど、やっぱり聖書の勉強ですね。これ全部読んだわけではないですよね。全部まだ読めてないんですけども、はい、まあ、どうしたら人にもううまくこう寄り添うことができるのかなっていう部分に僕は注目してるんですけども、うん、そういったところで、まあ、今言った謙虚さだとか、うん、そういった人にこう同感する、うん、そういった要素をどんどんこの適用して実践することっていうのが大切だと思ってますので、なるほど、今この勉強、はい、もうちょっと少なくなったりもするんですけども、うんうん、はい、毎日読むようにはしてます、ね、なるほど。どこから読むとかって決まってるんですか？その自分の中でとか、自分の中でやっぱり興味がある格言っていうところがあるんですけど、格言がすごくこの入ってきやすいので、確かに確かにシンプルな言葉だし短いしね。そうですね、うんうん、この働くこと勤勉さだとかそういうところも書かれたりしますので、うん、実践しやすいところからちょっと読んだりしてますね。なるほどね。いや本当にもともと、まあ、僕らって、まあ、一括りにして申し訳ないですけど、なんか仕事人間だった人で、なんかちょっと道徳を忘れるじゃないけど、そうなんか人間としての成長っていう意味でなんか心を鍛えるというか磨くというか、はい、なんかそれすごいここにヒントあるなと思って。ヒントありますね。そう、あの別に僕キリスト教になるわけじゃないですけど宗教入るとかじゃないけど、はい、なんかそこはだって大人の中道徳の教科書ってないじゃないですか。ないですよね。そうだからそこの勉強はすごく非常に興味持ちましたね今回ね。ありがとうございます。では、続いてですね、質問してみたいのは、はい、なんかすごくなんかなんていうんですか、大人な感じがするというか、なんかすごい落ち着いてるというか、はい、なんかきっかけになった出来事というか、なんか辛かった経験とか挫折とかもあるのかなと思って、はい、どうですか？そうですね、考えたんですよ。大きな挫折っていうのはないんですよ。もともと好奇心は強い方なんで、うん、なんですけど、はい、自分にあまり期待してなかったっていうような、はいはいはい、例えばなんですけど、はい、昔から最悪のシチュエーションを想定して行動してたんですよ。もしかしたら例えば期待値を抱いて行動して、うん、いやもしかしたらできないかもしれないようだとか、うん、もうすごい極端なんですけど、うん、友達と待ち合わせをして、うん、で待ち合わせ場所に着きました、うん、もしかしたら来ないかもしれないよぐらいの感覚で待ってるんですよ。で実際遅れてきたとしても、うん、1時間遅れたとしても、もう最悪を想定してますので、来ないかもしれないって想定してますので全然許せるっていう。なるほどね。まあ、そっから、まあ、謙虚さだったり許容できる、なんか優しくできるというか。そうですね、最悪のシチュエーション、これいいとか悪いのか分からないんですけど、はい、常に最低ラインを設定して、うん、
行動してますんで、うん、挫折っていうのはなかったなかった。そういうふうに考えてるからってことですね。そうですね。なんかビジネス書とかでもたまに、はい、チャレンジするとか起業するとかでも、はい、なんか本当に最悪のシチュエーションを考えてる。あ、よく聞きますね。そうそうそう、大金はたいて失敗して、はい、で例えば仕事がゼロになって貯金もなくなって、はい、例えば家も失って家族と離婚してみたいな、はい、その最悪のシチュエーションでそんなね引き続きになる人って、はい、まあ、そんないないじゃないですか、はい、そうです、ね、だから、あ、まあ、お金なくなったぐらいだったらまだ大丈夫か、家族もいるしみたいな感じで思えると結構大きいですよね、はい、そうですね、大きいです、ね、なるほど。これも一個ね、まあ、教訓というか、まあ、学びになりそうですね。そうですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、で次に一番今までのこの35年間の人生で、はい、これ体験してよかったとか、はい、こう、まあ、チャレンジしてよかったでもいいですし、はい、なんか良かった経験ってありますか。そうですね、思い切ってセミリタイアしたことですね、まず。なるほど、はいはい、やっぱ思い切ってだったんですね。思い切ってではありましたね。やっぱりいろんなお仕事の話はいただいてはいましたので、はい、次どこ行こうかなっていう考える時期もあったんですけども、いやもう仕事に達成感もたくさん得ましたので、やりたいことできましたので、なるほど、もう今は一段落を置いて、で今24時間綺麗に使うことができているので、うんうんうん、毎日満足感を得てるっていう感覚ではあります。ということですね、はい、もういわゆるもう短期集中して仕事やりきって、やりきった達成感もあり、はい、達成感あります、はい、だからちょっとこれこう機に休みというか刺激なくあ、そうです、ね、セミリタイアしようかなっていうところにつながったわけですね。そうですね、そういうふうに考えてます、はい、もう結果セミリタイアしてよかったですか。よかったです。もう実際に自分の時間だとか大切な事柄に思いを向けられるだとか、余白ができたので、それをこう埋めていくっていうのが楽しいですね、今。ああ、なるほど、いいですね。余白ができてそれ何を埋めていこうかみたいな、はい、そうですね、いいですね、はい、はい、ありがとうございます、はい、では、続いての質問は、はい、普段何時に起きて何時に寝てるのかっていう、まあ、生活習慣のちょっと質問。そうです、基本的にもうアラーム使ってないんですけど、だいたい5時から7時に起きます。おお、なるほど、はい、だいたい5時、5時に起きて寝るのは21時から23時の間です、ね、なるほど、っていうこと。もう全く僕と一緒ですね。あ、本当ですか。僕も、まあ、5時6時最近ちょっと遅めですけど5時6時に起きて、はい、でだいたい寝るのが21時とか。あ、そうですか。そう、昨日も8時ぐらい寝ましたよ。疲れた疲れたイベントでね、すごい疲れました。いやいや、ね、やっぱ人とお話しするってすごい楽しいけどエネルギーがね、はい、その消耗するというところもあるので、もともとこういう生活だったんですか。もともともう朝早いですね、5時、うん、仕事してる時は特に早かったですね。4時とかに起きて、4時に起きて、うんうんうん、毎日ルーティンみたいなのがあるんですけども、うんうん、もう走ってちょっとこうストレッチしてだとか、で朝ごはん食べて、うんうんうん、で1時間に出勤まで1時間2時間あるんですけど、うん、もうぼーっとするっていうような時間も作ってました。なるほど。ちなみに早寝早起きのメリットは何だと思いますか。そうですね、はい、やっぱり明るい時間に活動して、うん、暗くなったら休むっていう、うん、人間ってそういう習性あると思うので、まあ、人間らしい生活っていうのはまさにそうだと思うので、うん、もう充実感得てますね。そうですね、もともと原始時代もそうかもしれないですけど、照明とかもないから。そうですよね、日が昇ったタイミングで起きて狩りしてみたいな。まさにそうで、暗くなったら何にも見えないから寝るしかないですもんね。そうですね、歌うとかはできるかもしれないけど。だから人間らしい生活って一番自然かもしれないですね。一番いいですね、本能的に。はい、あんまりもともとね早寝早起きだったから、はいはい、あれかもしれないですけど、はい、昨日のイベントとかでも、はい、夜型生活の人がいて、はいはい、で早寝早起きしたいんですけどどうすればいいですかっていう質問が来たんですけど、結構ね皆さん早起きしたいというか、はい、あ、そうなんですか。そう、朝活したいっていう人が多いので、はい、なんかナッティさん流になんかこうしたらいいとかありますか。やっぱり最初は強制的にやるってことじゃないですか。なるほど、もうアラームかけて、はいはい、最初は絶対今まで何十年もしてるサイクルではあるので、うん、まあ、ルーティンというかね、習慣だから癖らしい。そうですね、うん、それを癖づけるっていうのは最初はもう強制的にアラームを何個もかけて、スムーズ機能もフルに活用してやるしかないと思うんですけど、ただこれ慣れてくるともう今アラームなしなのでもうパッと起きれるんですよ。そういうのが身についてきますので、最初ちょっとしんどいかもしれないんですけども、チャレンジしてみる価値はものすごくありますね。はい、絶対起きるっていうルールのもとね、アラームかけたりとかしてなんか大事かなっていう。あと個人的にはもう早く寝るっていう、早く寝る、早く起きるっていうか、まあその時間はもう何時起きるか決めて逆算して、はい、まあ、睡眠時間皆さんのね8時間とか8時間逆算して、はい、もう9時とかに寝たら嫌でも早く起きると思います。そうですね、寝れないかもしれないけども、はい、それでも布団に入って目つぶって早く寝て、はい、2、3回起きるかもしれないけど
程度。そうですね。それ5時に起きるとかね、はい、6時に起きるって言って結構大事かなと思ったりしました。大事ですね。あと一つポイントありますね、はい。晩ご飯を早めに済ませると、大事。お腹空いて目覚めます。そうですね。結局満腹感で夜遅く食べちゃうと、そうです、そうです。朝遅くなっちゃうんです。はい、確かに。普段何時ぐらいにご飯食べるんですか？普段5時とかですよ。おー、なるほど、はい、5時とかに済ませますんで、うん、5時とか起きると12時間は空腹時間になりますので、うんうんうん、もう体力いるじゃないですか、うん、寝るっていうのが。そうですね、体力なくなって起きるんですよ、うん、ですぐにあのバナナ1本とかリンゴとか食べたりはするんですけども、確かにそれすごいいい要素かもしれない。そうですね、なんか空腹状態でお腹減ったんで起きるように早くご飯食べる夜、はい、大事かもしれない、ね、大事ですね。結構僕も夜型だった時って、はい、夜8時とか、はいはい、でまあ、仕事頑張ったからもあるかもしれないけど、はい、7時8時9時とか食べた時ってやっぱり寝る時間も遅くなるし、必然的に。そうですよね。で食べたものを消化するにもエネルギー取られるし、はい、でやっぱ遅くなっちゃう、はい、だから4時5時とかに食べれば、はい、僕たまに3時とかに食べることがあるんですよ。あ、そうなんですか。夜お腹空いて、はい、でもそれ食べちゃって、その後も夜全く食べずに、それで早く起きれます、はい、これはいいですね、ポイントですね、はいはい、ありがとうございます、はい、では続いての質問は、はい、ナッティさんがその1日の生活の中で大事にしているルーティンとか習慣ってあるのかなと思いまして、はい、そうですね、まず勉強、まあ、聖書を読むっていうことですね、はい、うん、で毎日5キロのジョギングと、5キロですか、5キロですね、はい、体幹トレーニングとストレッチをする、まあ、筋膜リリースするっていうことは、これを欠かさず絶対にやってますね。それ朝方やるんですか？朝ですね。もう基本朝に済ませて、はい、あと何してもいいよみたいな感覚に なりますので、まあ、自由な時間みたいな、自由な時間ですね。なるほど、なるほど、はい、っていうことで、朝一で何するんですか？朝一起きて、はい、まあ、当然ですけど歯磨いて、うん、でちょっとコーヒー入れるんですよ、うん、でコーヒー入れて飲んで、そこからトレーニングに入って、うん、はい、まあ走って帰ってきてストレッチして、ちょっと体感して、でご飯食べて聖書ちょっと見て、そっからもうそれでもう自分がやることリストはもう終了です。もう朝8時に終わりましたみたいな、はい、よくできましたみたいな感覚なんですよ。であとは自由に使っていいよ、仕事するなり YouTube 見るなり自然を楽しみに行くなりっていうような感覚でしたね。午前中でことを済ませたのが僕もいいなと思って。いいですよね。僕も5時に起きて本読んで、はい、あとは身支度したりとかして午前中ジム行って、はい、もう午前中で完結するみたいな、一番いいですね。そうそうそう、でたまに午後に取材行くみたいな、人の話聞くというか会いに行くみたいなのが結構おすすめ、ルーティーンになってますね。そう、ルーティーンになってるっていう感じで、はい、っていう感じでありがとうございます、はい、ではでは、続いての質問、はい、ナッティさんが幸せを引き寄せるためにしていることとかはありますか？そうですね、簡単ではないんですけども、はい、他の人のことを考えることであったり、うん、役に立てないかどうかっていうのをやっぱりこれを考えると、先ほども言ったようにこう喜びをこう与えるっていう、こう何かを与えると喜びが生まれるっていうように、何か人の役に立てないのかなっていうことが考えてると、幸せってこう得られるのかな、循環したりとかね、他人の幸せを考えたりとか何か与えられないかなって考えるのが幸せを引き寄せるっていうところですね。やっぱり幸せになりたいと思った時って、人間どうしてもなんかお金を稼ごう得ようとか、なんか人から、まあ、奪うっていう表現じゃないかもしれないですけど、はい、得よう得ようとなるの逆ですね。じゃあ、ね、逆ですね。何を与えるかみたいな、その対価としてお金が入ってきたりとか、はい、感謝とか恩恵とかっていう感じですね、はいはい、では続いての質問、はい、ナッティさんが今シンプルに暮らしてると思うんですけど、はい、シンプルに暮らすために必要だと思うことって何だと思いますか？そうですね、何に対してもまず順番をつけてみることって大事なのかなと、はい、優先順位みたいなやつ、優先順位ですね、はい、で優先順位をつけてみて、うん、下のものってやらなくていいのかもしれない、じゃあ切り捨てようかなとか、うん、そういう思考になると思うんですよ。そうですね、で上位5つくらいだけ置いて生活してみようかなってなると、シンプルに暮らすことできるのかな、うん、ですね。いや本当に昨日まさになんか同じことイベントとかでも聞かれて、はい、なんか思い出のものどうしたらいいですかとか、はいはいはい、趣味のものとか、はい、仕事とか、はい、そうなんかカテゴリー別に優先順位つけることも大事だし、なんか人生ひっくるめて、はい、なんか優先順位決めて、はい、なんか趣味がもし本当大事だったら全部する必要ないし、はい、その代わり別のところにね手放せるものもあるかもしれないしっていう感じで、はい、やっぱ優先順位大事ですね。大事ですね、はい、で優先度高いものは大事にして、低いものはちょっと手放すとか、はい、減らすとかっていうのは大事っ
ったということで、はい、はい、ありがとうございます、はい、では続いての質問は、はい、今ナッティさんが一番興味あることは何なのかっていう、これすごい興味あるんですけど、何ですか、こういうコロナ禍 で、はい、で日本に住まれている小中学生の子たちが、うん、方たちがどういうことを考えて生きてるのかなっていう、これ今あの、はいはい、たくさん歩いてますけど声かけれないじゃないですか、うん、危ないじゃないですか、ちょっとみたいなできないので、以前、まあ、自分たちが小中学生の頃ってこういう状況ではなくて、平和だったじゃないですか、はい、で夢とか例えばプロスポーツ選手になりたいだとか、いろいろこう夢があったと思うんですよ、ですね、今っていろんな障害物が入ってきてると思うので、ね、変わりすぎましたよね、変わりすぎてるじゃないですか、うん、どういうことを考えて今と向き合ってこの将来を想像して生きてるのかなっていうのをすっごい知りたい。確かにね、そう、そしたらもうね、ちょっと仕事の体で YouTube でコラボしたりとか、はい、そう、僕も最近、まあ、学生って言ってもさ、小中学生とコラボできるわけじゃないですか、はい、大学生とたまにコラボしたりとかした時に、はい、まあ、ちょっと動画の裏側で、はい、まあ、こんな風にちょっと取材がてら、はい、そう、いろいろちょっと聞いたりとかはしますけど、はい、やっぱりね、やっぱ違いますね、やっぱね、考えることとかね、考えるとか、そうそうそう、っていうのが今一番興味があると、興味あります、若い方が何を考えてるのかっていう、もう若い、すごい極端にちょっと若いかもしれないんですけど、すごいリアルな声を聞きたいなっていうのはありますね、うん、それで聞いてなんかやっぱそこから何か与えるものないかなっていうのを考える感じですか。そうですね、それを元に何かこう小中学生の方に対してヒントだとか自分ができることってないのかなっていうのを考えたりしてますね。一番何聞きたいですかっていうのも、はい、あの僕の視聴者さん女性が多くて、あ、はい、で、まあ、年齢的にも20代から60代も結構幅広く見てくださって、はい、お子さんいらっしゃるご家庭もいらっしゃるので、はい、もしかしたらナッティさんこういうの知りたいって投げかければ、はい、コメント欄でいただけるかもしれないっていう、はいはい、そうですね、シンプルに目標って何なのか、はい、普段の生活の、普段の生活の将来の目標とか、将来の目標だとか、はい、で今何を楽しんでるのか、はい、こういう状況で何を楽しみに生きているのかっていうのをリアルな声を聞きたい。なるほど、っていうことですね、はい、今の抱えてる目標、将来の夢とか目標、はい、そして今何を楽しんでるのかっていうのを、はい、ぜひあの聞ける方はちょっと聞いてみていただいてお子さんとのコミュニケーションとか、ね、ね、はい、でかける方はコメントもいただけたらすごく嬉しいなと思います、はい、僕も知りたいですね、知りたいですよ、はい、ありがとうございます、はい、ということでなかなかちょっとインタビューしてきましたが最後の質問になります、はい、ナッティさんね、今こそもうセミリタイアしてますけども、はい、なんか1年後とか5年後とか10年後どんな風になっていたいのかっていうのをなんかあったりとかするのかなと思って、あんまり目標とか考えないですか。そうなんですよ、あまり考えないので、うん、1年後に、5年後10年後どうなってるのかなっていう楽しみがあるので、うんうん、ああ、なるほど、あんま決めたくない、うん、そうですね、はい、失礼いたしました、まあ、答えで言うと、はい、今の生活バランスはキープしておきたい、うん、お、なるほど、でその仕事の時間30であれば、うん、このカスタマイズが変わっていたいっていうのはありますか、うん、ありますね、中身をちょっと変えるみたいな、はい、30時間の中で、そうですね、うん、カスタマイズをちょっとこう変えていけるような、うん、どういう未来になってるのかなっていう楽しみはあります。おお、なるほど、はい、なんか将来こうなってたらいいかなと思うところはあるんですね、うん、何年後とか関係なく、関係なくですか、はい、例えば別に今35歳じゃないですか、はい、例えば人生の半分ぐらいの40歳のタイミングでこうなったらいいな、はい、もしくは、はい、まあ、60とか65とか、はい、まあ、もしくは死ぬ直前とか、そうですね、はい、これも特にイメージはなくてですね、どういう人たちに巡り会えて、どういう人と話して自分がどういう風な成長を遂げてるのかなっていうのをもう漠然と想像して、どこに行くかわからないぐらいの楽しみに置いてます。あ、いいですね、あの楽しみに置いてるので考えないでおこうみたいな。なるほど、それでこそもう今と向き合って、今と向き合ってみたいな、いけばもう必然的にいい、はい、まあ、ご縁というか、そうですね、はい、いい未来が待ってるっていうのは確信してますので、なるほど、なるほど、このバランスをキープしたいです、ね、ことですね、はい、ありがとうございます、はい、ぜひ皆さんも参考にしていただけたらと思います、はい、ということで本日もナッティさんありがとうございました。ありがとうございました。